久保さん。いやー、あの、YouTube のアドバイス良かったんじゃないですかはい。二つ目のね、問いかけすごく良かったと思いますね。はい。ということで僕がですね、えー、テーマが100%の制約率でリストを集める方法。100%の制約率でリストを集める方法。まあ僕はですね、あの、今はそうやってないんですけど、昔ね、ゴーストライターの時にですね、ランディングページ、LP っていうやつですね、リストを集めるページ。 これもランニングページだとね、多分2000個3000個作ってきたんじゃないかなっていう。以前ね、ホリエさんのランニングページをね、作ったことあるんですけど、その、9個ぐらい作りましたからね。<laughs> もう絶対こけられないんで、もうありとあらゆるバージョン作ったりとかしましたけどね。懐かしいですね。で、サーバーダウンするってめっちゃ怒られるみたいなね。一気に来てね、サーバーダウンして、めっちゃ怒られましたね。<laughs> めちゃくちゃ怒られましたね、あれは。本当に。ボロクソなんでサーバー落ちるんだバカ野郎みたいなね。<laughs> だからそのアフリエーターさんとかバーってやってるんでそうあれはねちょっとねすごかったですね会社の雰囲気が <laughs> でそのアマゾンサーバーって、ね、借りてな絶対落ちないみたいなねサーバーがあるんですけどそれ契約してやってすぐ書いてみたいな夜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 なやってました23時とかね懐かしいなでまあその まあ、その中級上級者の方もね、まあそのランニングページを作ってメールアドレスを集めるみたいなことやってると思います。まあ広告、広告をかけてリストを集めるみたいなことやってるんですけど、これね、コンバージョン100%って絶対ないんですよ。このコンバージョン100%はね、無理ですね、多分。PPC 広告かけます。じゃあ、アクセスした人が全員メールアドレス入れる。無理です。無理です。あの、あのミスター X でさえコンバージョン50%ぐらいですよ、多分。 まあ、あその音声教材で言ってましたけど、50%パ。でも50%パーでも驚異的なんですよ。かなり驚異的なんですよ、50%パーでも。そう。でも100%パーっていうね、もっとミスター X を超えた男がいるんですよ、世の中には。<laughs> あの、メールアドレス取得率100%パーっていうね、やばないですか。これが久保哲郎ですね。<laughs> 久保さんはですね、何やったかっていうと、あの、ね、あの、お茶会とかするときに、あ、これメルマガやってるんで、みたいな。あ、これプレゼントです、みたいな。 で、目の前で、あの、じゃあ登録してくださいって言って、目の前で登録してもらうってう。で、登録するまで見てるみたいな。な監視するみたいな。<laughs> もはやもう絶対登録しないといけない環境を作り出してるっていうね。<laughs> 神がかってますね。そう。でも、久保さんはその一個一個の積み重ねをして最終的に、まあ、全部がね、 それをやったわけではないですけどそういう一つ一つの積み重ね小さいこともこう変えてってあの理想を、ね、獲得して2万人ぐらいの、えー、ゼロベースからねメルマガを始めましたでもゼロですでも最初ゼロだけどに最終的に2万ぐらい集めたってことですね2万人でもねこの目の前の人に登録してもらうっていうのがねこれねほんとね、まあ、これなんでこのテーマにしたかっていうと久保さんがその YouTube のねこのアドバイス そのお客さんにアドバイスした時の二つ目ですね。それとリンクさせたんですけど。まあ、これ大事だと思いますよ。だ、まあ、ね、YouTube の読者、あの、登録者数は上げたいんだったら、目の前の人に、ね、別にセールスしてるわけじゃないじゃないですか。無料ですよ。なんか、なんかあの、ボタンを押すだけですよ。どうですかぶっちゃけ言うと2、3秒でできますよ。今 YouTube やってるんですよ、と。僕の YouTube 知らないですか、と。あ、じゃあ今ちょっと YouTube のアプリ持ってます 入れてますあアプリ入ってます。じゃあ、R34 マガジンで検索してみてください。ああ、あなたです。あ、そうそう、それちょっとボタン押しておいてください。みたいな。<laughs> あ、分かりました。みたいなボタンあ。1、2秒ですね。まあ、ちょっとマイセス入ってますけど。<laughs> どうすか。もうそれでもう増えるじゃないですか。でもね、でもこんな話をするとね、でもこんな話をすると、いや、吉谷さん、そういうのじゃないんですよって来るんですよね。え、じゃあ、どういうのですかと。え、それもできないのに、何を探してるんですかみたいな。 もですね、それすらできない人こんな簡単なことすらできない人が何中級上級のノウハウできるんですかできないですよできないです逆に言うと上級者の人がそれをやってるんですなぜならばそれが確実だからですだ僕もそうですよ僕もアクセス数が少ない中売り上げを作ってます じゃあなぜ作れるのかっていうと自分に興味ある人に一人一人セールスをかけてるわけですよまあ僕はそのね対面で直接会うっていうことをねしてないですけど、えー、個別動画ですよね個別動画でやってます個別動画で、はい、だから,そのただから、えー、アクセスが少ない、えー、リスト数が少ないでも売り上げを大きく上げたいであるならば単価を上げるしかないですよ じゃあ、単価を上げるために制約率を高めるためにはどうすればいいのかっていうと、まあそういう僕はそれをやってます、単純に。で、僕の熟成さんの中でも、えー、しっかりと売り上げを作ってる方は、それを、僕のね、教えをしっかりとやっていただいて、しっかりと売り上げ作ってますよ。うん。なんでね、うーん。 なんか目の前の人の、まあドリームアカデミアのね、えー、最初のね、ステップで一人のリーダーになりましょうっていうお話をしてるんですけど、一、えー、人にセールスできない人間が100人に売れないよっていう、目の前の人に、ね、登録してもらう。目の前にいる人すら自分のメルマガに登録してくれない。それはね、恐怖を覚えた方がいいですよ。だって目の前にいる人すらね、こう話してる人に対して、 自分のメルマガをね、無料のメルマガを登録してくれないんですよ。それやばないですかどんな信頼関係やねみたいなね。どうすか別にセールスしてないですよ。あの、こんなょ、あの、今あの、相談を受けましたけど、その悩みを解決するね、コンテンツっていうのは日々日刊メルマガ流してるんです。登録してますあ、してないです。じゃあ、ここから登録できるんで。絶対登録するでしょ。だって悩み相談を受けてるじゃないですか。相談を受けてて。 で、でね、あの、今、そうそうそう、今、あの、お話ししましたけど、そういったことは日刊で無料で、毎日は、あの、メルマガで発信してるんで、あの、メルマガ僕の読んでくれてます。おそらくメルマガ毎日読んでいただければ、多分その悩み、まあ今も言いましたけど、うん、これから出てくる悩みも解決できると思いますよ、と。登録してますあ,あ、メルマガやってたんですかと。あ、やってますあ、じゃあここからです。みたいな。わかりました。 で久保さんはねこれをねニヤニヤしながら見てたらしいですけどねニヤニヤしながら <laughs> お登録したぞみたいな、<laughs> そうそうでもでもこれ本当大事ですからねでも稼げてない人に限ってそういうのじゃないんですよって来ますからね申し上ますね今結果が出てない人に限っていや吉田さんそういうのじゃないんですよって来るんですよじゃあどういうのですかと何ですか いや、それぐらいできないんですかみたいな。だからね、なんか、ほんとね、凡事徹底で誰もができることを誰もがやらないレベルでっていう凡事徹底があるんですけど、ほんとね、やろうと思えばできるんですよ、それは。でもそれすらやらないんですよね。うーん。非常に僕はね、もったいないなと思いますね。ほんとに凡事徹底するだけで、ある程度の、例えば月収100万は行きますよ、ほんとに。 本当にきますだって久保さんなんかそれ徹底的にやって2万リストっすよ。いやもちろん全部じゃないですけども、それもややりながらですけど。だ久保さんは昔その広島のね、公園の前の,その事務所ありましたけど、そこにあのお客さん,ん来るわけですよ。そしたらもう全部そういうの言ったりとか、会った人全部とかね。そう。あとなんか異業種交流会だったかな。まあ、そういうのなんかメルマガやってる。なんか久保さんの名刺すごいんですよね。<laughs> なん<か>もう <laughs> 久保さんの名刺も完全にリストを取る名刺みたいな感じなんですけど <laughs>。そう。 だからねもう常にそのビジネスマンというかしっかりと NHK の話もそうなんですけど、ね、NHK のね集金に来た人もお客さんに変えていくっていうわかります NHK の集金に来た人もお客さんに帰るっていう。これちょっと余談話なんですけど、久保さんとイリュージョン3っていうね、セミナーをやったことがあるんですけど、その時に NHK のね、話をしてくれました。で僕はその話を聞いて、すげえなと思いました。あ、すごいなと。久保さんやっぱすげえな、やっぱ。この人すごいなと思って、僕はそれをすぐアウトプットしました。すぐ NHK の話をアウトプットしました。で、なんでアウトプットしたのかっていうと、鹿児島の事務所に NHK の人が来たんですよ。ピンポンみたいな。 あ、眠、ね、いみ,みたいな。誰だみたいなで。事務所にあんま人来ないですね。だから、眠、ね、いな、みたいな。<laughs> 行ったら NHK だったんですよ。NHK 行くのみたいな。で、テレビ置いてますかいや、置いてないですで。なんか、スマホとかでテレビ見てますかいや、見てないです。あ、そうですかって書いてたんですね。で、そこで僕寝ぼけながらで、事実なんですよ。僕テレビも持ってないし、鹿児島の事務所テレビ置いてないし、テレビ見ないんですよなな。そもそもないんですね。だから、ないですって言って言ったんですよ。あ、そうですかって。ね 確かにない,からないから取れないんで,で、で、久保さんの話を思い出して、ああ、そうだ、ああ、お茶いっぱいぐらい入れとけばよかったな、みたいな、いつもご苦労様ですいません、テレビなくて、みたいな、パソコンはあるんですけど、みたいな、すいません、みたいな、どうすか、みたいな感じで、お茶いっぱいでもどうですかっていうのを一言添えてね、やれば、多分それをお客さんにできたはずなんですよ、僕。<laughs> いや、それねうわ、公開した、みたいな動画を僕が撮ったんですよ。 で、そしたらその動画がきっかけでね、その動画、今その動画がね、なんだちょっと見ていいですか多分その動画がね、今ね、え何万回回ってるんだ ?NHK。多分結構回ってるんですけど、そう、それをね、すぐ僕はアウトプットしたんですね。で、えー、っと、今何回回ってるんだ ?NHK のキーワード結構入れてるからな。 そうまあ、結論ですねその NHK の動画を撮ったことによってその動画を見た人が、えー、なんか成功してる人の考え方って面白いなっていうところで僕のドリームアカデミーに入ってくれましたまあそのメールいただいたんですけど吉谷さんの知ったのは実はこれなんです NHK の動画でみたいな <laughs> そう NHK のああすいません九千九千9 0 0 0回ですね 9674回回ってます。9674回。だから、あとちょっとで1万回いきますね。はい。そう。永久保存版ボリューム06。NHK の受信料の対応方法。NHK の集金が来て、この対応ができれば1億稼げるっていうね。そう。多分これかな。多分これですね。はい。これが9600回回っておりますどうですかね。 まあ何事もアウトプットしたもん勝ちですね。はい、ということで久保さんの動画どうぞ。はい、い塾のの久保でござまますす今日もささんへの告白をさせていただきますえー、どんなにね自分に向かないことでもどんなに嫌いな業種でも例えばね1年2年3年と繰り返していったらそこそこものは分かってきますしそこそこ上手になっていくってことは誰しも経験することそして想像にかくないことだと思うんですよ。そうなんですよね いいやいや仕事に行っててもだんだん詳しくなってくるんですよ。いや俺は30年のこの道の経験があるんだっていうふうなね方いると思いますけどももともとその道を目指してやってるわけではなかったと思うんですよね。もともとその道を目指してそこに30年いるんだったらそれはそれで大したもんですけどもただそう思わずに30年やってる人30年じゃなくてもいいんですよ10年でも5年でもいいんですよね1年でもいいと思います。いやいいいいいやややや仕事にに行行っっててたた学校でも 3年間なり6年間なりいやいや通っていればいろんなことが見えてきて学校に詳しい人になってるはずなんですよねつまり量なんですよねどんなことをするだけでもえ先日もこんな相談を受けました私も YouTube をやってるんです YouTube をやってきてなかなか再生数が上がりませんチャンネル登録者数も増えないんですと私の方向性が合ってるかどうかちょっと見てもらえませんかということでチャンネル名をいただきましたで見に行くと動画がですね 3年間かけて30個ぐらいしか上がってないんですよ。35、6本ですよね。で、チャンネル登録者数が40人に満たないという状況です。ここで私は2つの指摘をさせていただきました。えー、YouTube として活動しているのは分かるんですけども、まだ活動してるレベルにないんで、少なくとも300個ぐらい動画がた <laughs> まってからお知らせしてくださいと。じゃないと評価も何もできないということなんですよね。それが1つ。まあ300でも少ないんですけどね。でもう1つはですね。 チャンネル登録者数が少ないと言うんだったら、私に連絡してきたときに、久保さんもチャンネル登録お願いしますの一言でもあれば、チャンネル登録は私しませんけども、しませんけども、連絡を取るたびに目の前の人にチャンネル登録をお願いするって精神は必要ですよっていうふうにアドバイスしました。この2つですよね。多くの方にはこれが足りてない。うん、で、YouTube で動画適当に上げたら、誰かがね、シェアして拡散して、 なななななんんかかかいいいきなり1万再生とかなるんじゃないかなっていうのねやっぱり宝くじみたいな思考を抱いてるんですよ。でもね私は思います。YouTube っていうのは一つのビジネスありロジックなり攻略法があると思うんですよ。で攻略法を知らない人が乱発するということになりますけどもただね私も攻略法があってやってるわけじゃないんですよ。ずーっと作っていく中でおやこのタイトル反応がいいなとかねこのサムネイルちょっと受けたんじゃないかなとかね。 おこの動画には問い合わせ来たなコメントが来たなこれ反応されてるなってことでいろいろ量をやる過程で気づくわけですよでその気づいたものをもとにじゃあ次の動画はこのいろんな気づきをもとにちょっと作ってみるかって感じでちょっとだけ意識してね動画の方向性変えていくわけなんですよそのお行った先が人動画数万再生ってものが作れるってことになります今では意識してそれが作れますでも毎回意識してやると今度は効果が薄くなるんで普段は ほ、まあ、本当に肩を抜いたねいろんなジャンルをやるわけですよでここぞという時だけ思いっきり狙っていくわけなんですよねこれはねなんでそういうことをするかっていうとじゃあいっつも動画が開けるたんびにセールスがあったらどうですかってことなんですよセールスがたまにだからあインパクトがあるんですよね毎日毎日今日は秘密情報ですとか言ってたらその効果は薄れるんですよ受け取る人っていうのはねだからここぞという時にまとめてインパクトを出すわけなんですよそのためにも量がいるんですよね 10本ある動画のうちにじゃあ1個だけものすごく大きなセールスがあるとしますよねそうすると10回中1回だけセールスっていうペースがつかめるわけですよじゃあ10回セールスしようと思ったら100個の動画がいるってことになってきますよね当然 YouTube だろうとなんだろうとセールスをしない限り売り上げは立ちませんということで YouTube をねやるにしてもブログをやるにしてもちょっと量が足んないんだよなーって気がしますよね まあ「今日からね俺は」みたいなタイトルで漫画もありましたけども今日から俺はって言っても本当にね取り掛からないんですよだからこの動画を見てるリアルタイムであやらないとって感じでもうパソコンすでに開き始めるとかねタイピングし始めるっていう状態がいいと思いますしいやいや久保さん動画を見てたら動画撮れないじゃないですかっていうじゃないですかだったらこの動画を撮影しながら 解説すすればいいんですよあ、なんか久保がこんなこと言ってるけど私はこう思いますよみたいな解説をかぶせてそれを動画にすればいいんですよね。いくらででも発想は,はあるわけなんですよだからねこれであってはならないとかこうでなくてはならないっていうふその枠をね常識の枠を早く壊していってとにかくやるみたいなねことでやっていかなければならないのかなと思いますしこれねすごくいい例えがあったんで申し上げますけども転売をする時にね 1>, 1週間で100個出品しましょうって言うと1週間で100個も思いつきませんよっていうわけなんですよいやいや思いつくでしょ例えばねこれコーヒーカップ1000円で出したらいいんじゃないですかってこれなんか使いかけなんですねコーヒーがそこについてますみたいなこれどうですかっていやいやそれは多分ね売れないと思うし売れても困るんでってやつ言うんですよでもゼロの出品よりまともですよね1個でも出すのがそれからどうしても大切な例えば骨董品とかねこれだとしますよね売れたら困るものじゃあ10万円って価格で 売れれなないいいい金額つければいいんじゃないですか私が出したのは1週間に100個出品しろっていうことだけですよとどういったもの出品してはいけないとか売れないものまで出すなんて言いませんからねやってくださいって話なんですよで100個出品する人の中にはトイレットペーパーを1個を100円で,100円で500円とか出品したりとかする人もいますよねまあそういった形でねあの、常識の枠を超えるというこういうのもあるのでミスプリントしたコピー紙 A4 350円みたいなねこんな出品をしていく人もいますとにかく1週間で100個出そうと思ったらまず量をやるってことそれ以外の課題はないわけですよでやっていくうちにさすがにこれはないよなと思って100個を超えた出品をした人が一旦出品したものを削除するそれは OK ですそういうふうに進めるべきだと思いますますずは数をやることうんだからねあの方法手段は問わずにまずは目的を達成することその繰り返しになから さすがにこれは労力の無駄だよねっていうのをどん,どんどんどん削除していって精度が上がってくる。これがあ量から質への転換だと思うわけなんですよね、えー。皆さんいかがお感じでしょうか